はい、今さっき新幹線のとこぐらいまで海が来てたって言ったじゃないですか。はい。でも多分部分的にはここら辺も海だったんじゃないかなって。で、やっぱりこう海が後退した後に残った石じゃない、岩じゃないかっていう感じですかね。ほう。すごいね、本当に、塩のがある。ああ、こんなのね。またそこには古代史とかそういうのを本当に好きな人はやっぱり僕は案内がするようにしてますよ。古墳じゃないけどね。これ前今さっきちょうどね港の遺跡である上等遺跡と高槻弥生墳丘墓の中間にあるんですよ。だからその当時はもちろん神社なかったですけど、なんかとても象徴的な感じがしてね。でも信仰しかもやっぱりその当時から信仰の場ではあったんじゃないかなっていうふうに思います。だって昔の人は弥生時代の人でもこの雰囲気を見て何か感じたと思いますよ。感じるよね。すごい。すごいわ。まあ、それこそ本当、これは。おそらく岩倉として信仰されてたんじゃないかなと思うんですけどね。まあ別に神社が建てられてるよ。まあ岩倉って言葉自体がいつ頃から使われてるかちょっと調べてないからわからんですけど。遺跡が境内の